みなさんこんにちは、ヤッシーでーすヤッシーです。ということでね、ちょっとわけわかんないポーズしちゃったけどいつもヤッシーの TikTok ご覧くださってありがとうございます。TikTok の中でいろいろな、まあコーナーとまではいかないんですけれども、こうシリーズっぽいのをやってて、その中でお花通信っていうのをやってます。ヤッシーのお花通信、今週のお花はクルクマ。いろいろなお花の花言葉とかを紹介してて、っていうのも実際お花がすごい好きで玄関にも飾ってるんですね。もうさ、本当に20代のさ、独り身の前髪系お姉が玄関に花飾ってるってどう？やだ、もう彼氏できない本当にさ、まあ、いつも行くゲイバーの年行きママっていうのがいるんですけど、言ったんですよ、玄関にお花飾ってるんですって言ったら、ダメねって言われた。どういう意味のダメって思って、もう本当にね、単発ガチムチは本当に分かってくれない。お花の美しさ、本当にあんなに綺麗なお花なんだからさ、世の中ね、ちょっと探せばいるよ、見たいって思ってくれるイケメンが。いる？いないかな？やだ、もう本当にね、悲しいですよ私は。ああ、お花の美しさ分かってくれるイケメン募集中ですということでね、そんなのはいいんですけど、今までお花通信 TikTok でやってて、いつもこうお花通信の時にコメントをくださる方とかもいて、すごく嬉しく思ってます。で、そのお花通信なんかもうちょっとできないかなっていうことをすごい考えてて、今回なんですけれども、2月に入ってからスイートピー、心の岸辺に咲いた、全然咲かないの私の心の岸辺、なんも咲いてない、もう荒野あれも出てないよ心すさんでる前髪系おねってダメじゃない？まあちょっとまた話それたんですけど、そのお花、何かこうちょっと実験的なことできないかなって思って、ある日思ったのが、お花にこう話しかけると長持ちするよねっていうことをちょっと聞いたのを思い出したんです。なんかちょっとわかるっていうのも、お花をね、いつもこう玄関に飾ってて、話しかけてる花って長生きするような気がして、で、そんなタイミングでちょうどマツコデラックスさんがテレビ番組で、話しかけてる方が長生きするような気がするっていうのをまさにおっしゃってたから、マツコデラックス大先輩が言うんだったら、パイセンが言うんだったら間違いないよねって思って、今回2月1日から自分もお花に話しかけるっていう実験をしてみてます。なので、その結果をシェアできたらと思って動画を作っています。ということでね、まずは、花をですね、飾り出したその当初から、そして最後にどうなったかをお見せできればと思っています。それでは早速ご覧ください。そして今回作るのはこちら、ダダン、スイートピー、イエーイ旬なね、スイートピーを買いました。で、こういう風に黄色2本、すごい綺麗なスイートピー、ピンク2本を買ってみたので、これを自分家の玄関に置いて、片一方には話しかけて、片一方には話しかけないっていうことで、ちょっと動画を作ってみようと思いました。で、今日は2月の2日です。本当はね、切りよく2月の1日からやろうと思ってたんだけど、いつの間にか2月の2日に日付変わっちゃってた。っていうことで、今日からやっててみたいと思います。まあ、もともと、そんなに日持ちするわけではないスイートピーなんですけども、話しかけると実際に長く咲いてくれるのか調べてみようと思います。まあ、これがですね、私の家の玄関なんですけども、実際左側には今もお花も置いてあって、で、右側は何もない状態になってます。で、今回はこの右側の方に何も話しかけないスイートピーを置いて、で、こっちの左側の方に毎日話しかけるスイートピーを置いてみようと思ってます。で、実際、もうなんか入れる花瓶も、花瓶っていうか、まあお酒の瓶なんだけど。で、今回なんですが、こちらの
青山フラワーマーケットの、お花が長持ちする栄養剤、これも、入れてやってみようと思います。で、どっちもワンプッシュ。こっちもワンプッシュ。こんな感じで、どっちにも入れてますと。で、今回買ったスイートピーは、もう本当に同じ日に買いました。で、葉っぱもないのと、あと、花の数も同じにしました。4つ、4つ。向こうも4つあって、こっちも4つ。シップスミス入ってる方が、じゃあ、話しかける方。こっちの方が、何も話しかけない方にしようと思います。そうだね。こっち短いんで、黄色は短い方入れて、で、ピンクの長い方。で、こっちは黄色が長くて、ピンクがこっちは短い方。こんな感じでーす。できました。で、これで話しかけていきたいと思います。で、この場所なんですけど、まあ、ドアも閉め切ってて、冷暖房とか直接のそういった風が吹かないような感じになってます。ちょうど今この画像の後ろ側、まあ、部屋になってるんですけど、そこで暖房とかが吹きつけないように、扉は常に閉めるようにしたいと思います。こっちが話しかけない。こっちが話しかける。見える？スイートピーさん、頑張ってください。綺麗ですよ。あんたすごい綺麗よ。私の方が綺麗だけどね。頑張ってという感じで、今日から、どんな感じになるのか見守っていきたいと思ってます。おはよう。あんた今日も綺麗よ。私の歯が綺麗だけどね。いい匂い。2月の4日です。まだどっちのお花も方もそこまで変化はない。こっちの方も全然普通に元気。おはよう、お花さん、スイさん、ピーさん、今日もあんたたち、かわいいわよ。綺麗よ。頑張ってもうちょっと咲いてね。はいよ。もうこれは、なんか、感覚の違いなんだろうけど、話しかけていない花の方が、なんかね、ちょっと色合いが薄いっていうか、幸薄そうな感じに見える。私と一緒。で、こっちの方がなんかキラキラしてるような気もするんだよね。気のせいかな。なんかピンクが薄いからそう見えちゃうのかな。でもなんかこんなにピンクの色違ったっけってくらい、右の方がやっぱりちょっとなんかぼんやりしちゃってきてる気がするけど。2月の5日でーす。今日風強すぎない？めちゃくちゃ寒いんだけど、凍えちゃうよ、独り身のお姉なのに。こっちの方は元気なんだけど、ピンクの下の方がちょっとしおれてきちゃってるかな。ちょっと元気がないですよね。黄色い方はまだまだいけてるんだけど、ちょっと元気がない。じゃあ一方でこっちはどうかっていうと、こっちも下のピンクの一番下の花のここがなんかね、もうちょっとね、しなしなーってなってきちゃって元気がない。そんな感じかな。頑張ってー、お花さん、スイさん、ピーさん。あんた綺麗よ。もう少し頑張って咲いてね。いい匂いしてるよ。ああ、いい匂い、スイートピー。なんか思うのは、意外と、まだね、大差ないし、こっちはこっちで、それなりになんか元気な感じはする。で、なんかむしろ、
こっちのピンクの方がちょっと元気がなくなってきてるような気もする。2月の6日です。今日寒くない？東京もやだ、もうお姉なのにさ、こんなに寒かったらさ、もうやだんだけど、凍えちゃうよ。だいたい前髪系だっていうのに今日朝風強すぎてさ、ブチ切れそうになっちゃったということでね、そんなことはいいんだけど、お花の様子ですよ、お花の様子。毎日話しかけてる子の方がちょっと元気がないかも。こっちの方はなんかね、全体的に元気。今日は2月の7日です。だいぶお花の様子が変わってくる頃かなって思ってるんですけど、まだ全然変化はないで、ただ今日は撮影を始めてから、まあ、5日くらい経ったということで、ちょっと中のお水も交換してます。いつまでも綺麗でいてね、大好きよ。私もそんなこと言われたいわ、男に。あ昨日とほぼほぼ一緒かな。下の方はね、前々の動画からまあ、こっちの方が枯れてきて、しなびてるっていう話はしたんですけど、なんかね、上の方が昨日よりも顕著にこうだいぶ元気がなくなってきてしまってます。でも全体見ると、うん、まあ、こんな感じ。2月8日でーす。上のね、もうこの黄色い一輪はもう完全にちょっと枯れてきちゃったかもしれない。うん、です。で、こっちの話しかけてあげてる方、こっちの方は下のもう一輪が、あーもう枯れかけちゃってるね。まず、話しかけてる方、もう完全にこの下のやつが枯れてきてしまってる。一番上がもうこんな状況になっちゃってます。2月の14日、ご覧ください。なんかね、黄色い方が話しかけてない方はね、なんか軒並み元気が急になくなった。昨日まで全然普通だったのに、今日今撮影始めようと思ったら、なんか全然元気がない。昨日普通だったのにって思って、一輪だけ普通なんだけども、他のはなんかしおれかけてるのが目立つようになってきました。一方で、毎日話しかけてる方に関しては、まあこのね、ピンクの方は相変わらずなんだけど、黄色がね、ここはなんかもうちょっと変色しだしてるんだけども、それ以外のところは全然普通。撮影を始めてから14日経って、ちょっと急に差が出てきました。頑張ってね、お花さん、あんた綺麗よ、もっと長生きしてね、まだまだ素敵よ、まだまだいけるわ、あんたなら、あたしの方が可愛いけどね今日は2月の17日、お花の様子なんですが、17日になって、なんか結構ね、急激に元気がなくなってきた。うん、しかもどっちも。で、まず話しかけている方なんですけど、やっぱりね、もうね、なんか黄色がね、結構全体的にしなしなしてきちゃってる。もう元気がない、結構へにゃーんってしてきてる。あとね、この子とかここら辺ももうね、結構やばい状況になってきちゃってますけど、なんとか頑張ってる感じがします。で、一方で何も話しかけていない方はもうね、結構やばい。なんか全部もう黄色はね、完全に枯れてしまいました、全部。で、ピンクも
もうね、結構全部元気ない。上の方だけまだ結構生きてるねって感じなんだけど、もう黄色は全滅。2月の18日になりました。お花の様子なんですけども、すっごい大きな変化がありました。何があったかっていうと、じゃじゃん、なんとね、もうね、どっちも枯れてきたんだけど、こちら毎日話しかけてきた方が先にもう限界を迎えてしまいました。大好きなお花ちゃんということでね、こっちの何も話しかけていなかった方に関しては、一番上のね、このピンクのスイートピーが2つまだ残っている状態だから、なんと話しかけなかった方がまあ長生きしたって、毎日話しかけていた方に関してはまあもうね、黄色、この子まだ咲いてるって言えば咲いてるんだけど、もうダメだよね、こうしおれちゃってるしさ、完全にね、もうもたげちゃってるし、もうこれは限界でしょうって感じなので、話しかけてる方が長生きするのかなと思いきや、まさかの話しかけていない方が長生きするという結果になりました。まあ、今回こういう風に調べてて思ったのが、なんだろう、そんなに変わんないのかな、話しかけてもっていうのは正直思ったところです。お花さん、ありがとうね、楽しませてくれてありがとう、綺麗だったわよ。はあ、しおらしい、ちょっとやっぱり寂しいね、お花が枯れちゃうっていうのは。で、本日が2月の19日、こっちが毎日話しかけていた方で、こっちが話しかけていなかった方なんですが、何も話しかけていなかった方はピン、黄色に関して、まあ、ピンクも下の方は全滅なんだけども、ここのね、ピンク、まあ、ちょっと見にくいんだけども、まだかろうじて咲いているし、一番上のこの子に関してはまあちょっとね、この先っちょの方がなんかシワが寄ってるんだけども、まだまだ元気、もうちょっといけますぜみたいな感じで咲いてくれてますということで、だいたいね、20日間にわたって撮影してきました。結果、話しかけても長持ちはしないということになりました。なんか意外。まあでも本当にいろいろな条件があるだろうし、まあ一概にね、こうなった理由は述べることは、結論付けるのはこれだけの実験じゃ難しいんですけども、でも、もしも本当に話しかけている方が長生きするのであれば、こういった条件下においても、今回の撮影の条件下においても長生きしてくれてたんじゃないかなっていうことはふと思ったりしました。こっちが話しかけてない方なんですが、話しかけないのがもう心苦しすぎてもうね、ほんと大好きなお花ちゃんに話しかけないなんてさ、クラスにすっごい好きな男の子がいるのに、好きになっちゃダメ、好きになっちゃダメって言って話しかけない、無視しちゃうみたいなもんじゃ、もう寂しかった、もうごめんねっていう感じです。でもよく頑張ってくれました、ありがとう、ということで、今回の実験の動画もご覧いただきありがとうございました。この動画面白いなと思ったら、いいねボタンを押すのを忘れないでください。それからここにあるボタンを押していただくと、チャンネル登録もできるようになってます。チャンネル登録していただくと、ヤッシーの動画がアップされた時にいち早く通知がいくようになりますので、ぜひぜひ。それでは今日もご覧いただきありがとうございました。また見てね、バイバーイ。